ではまずはじめに主催3団体よりご挨拶いただきたいと思います。解釈で憲法9条を壊すな実行委員会より高田健さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。とりわけ会場の外でずっと立って参加していらっしゃる皆さんに心から連帯の挨拶を送りたいと思います。会場の中と外、今日の集会は一体になってこの戦争法案廃案に向けた集会を戦い取っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さん、7月の15日、16日、衆議院でこの戦争法案を安倍内閣与党は強行採決をいたしました。私たちは15、16、17と連日国会の周辺に2万5000以上の人々が毎日毎日結集して、この強行採決に対する私たちの怒りを表明したと思います。この強行採決はすでに多くの方々がさまざまなところで指摘していますように、安倍内閣は追い詰められてやった強行採決だ。安倍内閣はこの強行採決を世論の高まりの中でそれを恐れて急いで強行採決をする以外になかった。ここまで追い込んだのは一面私たちの戦いの大きな前進であることを確認をしたいと思います。しかしながら皆さん、一方で強行採決を阻止できなかったことも確かであります。私たちはこのことを痛苦の念を持って受け止め、これからの参議院段階での戦いのエネルギーにしていこうと考えています。どうか皆さん、この参議院段階での戦いを全力を挙げて頑張りたいと思います。59条の問題とか60日規定など様々なことが言われています。しかし私たちはこの60日規定を使わせない戦い、衆議院で3分の2の再議決などを絶対に許さないという、そういう運動を今から全力を挙げてやる必要があると思っています。すでに昨日から参議院の審議が始まりましたけれども、どうでしょうか皆さん、安倍内閣のこの審議に臨んでの与党と安倍政権のこの審議に臨む議論はすでにメロメロになっているではありませんか。例のポリグル会場の問題一つとっても叱りであります。オバマ大統領の方はイランと和解を始めているにもかかわらず、安倍内閣がイランを敵視してホルムズ海峡に機雷が流されたらそれを撤去するんだろうと、この世界の流れから見ても安倍内閣がやっていることは全く好戦的で、そして逆流ではないでしょうか。こうしたことが昨日今日の議論の中でますますはっきりしている。私たちが参議院段階でやらなければいけないことははっきりしています。この安倍内閣の戦争法制を絶対に許さない、そうした戦いを全国の人たちと一緒にさらにさらに頑張って、世論をもっともっと大きくして私たちは廃案に向かって頑張りたいと思います。すでに今日のプログラムにも書いてあります。8月30日には10万の参加者をもって国会を包囲するという決意を私たちはしています。国会周辺で10万、全国で100万の人々の決起によってこの戦争法制を絶対に廃案にする。そのための今日は意思一致の場であり、私たちの出発の場であります。今日大勢国会議員の皆さんが来ています。国会の中と私たちの外としっかり団結して何としても廃案にする、その決意を今日の集会をもってお互いに固め合いたいと思います。
今日は国会請願デモですけれども、この請願デモにはまさにそうした意味があると思います。最後まで一緒に頑張り抜きたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。